私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様でーす。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ。すっぴんとたまーにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づかれない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は北海道旭川。ルーレットは絶対。実は旭川は2回目なのだ。そうそう、前に来た時にはまあまあ田舎の駅を想像してきたら、駅前に超でっかいイオンモールがドーンってあってびっくりしたんだよね。今回はそんなことでは驚きません。勝手知ったるこの土地で、あれ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 、どうかされました？あの、前回来た時はこの辺にバス停があって。ああ、バス停ならこっちですよ。あ、イケメン。バス停は北口にバラバラ点在していたんですけど、3年前に一つの場所にまとまったんですよ。やだ、横顔もかっこいい。久しぶりに汽車乗ってきた人は皆さんびっくりされます。ワンポイント、北海道の人たちは電車のことを汽車って言う。あー、ビタミンカステーラだ。え、北海道のソウルフード、ビタミンカステーラ。私今回の旅ではこれ食べたいって思ってたんです。じゃあ一つあげますよ、どうぞ。ありがとうございます。ちなみにここ旭川にはビタミンカステーラの本社がありますよ。え、行きたい。案内しましょうか。これが聖地。美味しそうに食べますね。やだ、恥ずかしい。俺も今彼女がいるんですけど。なんだ、彼女いるのかズコーン。今喧嘩してて。お、チャンスあり。その彼女もビタミンカステーラ大好きで、美味しそうに食べるんですよね。だからいつも持ち歩いてるんです。いつ仲直りしてもいいように。なんだその遠い目は。でも喧嘩中ってことはチャンスありだよね。ありがとう。やっべ、おしっこしたくなってきた。あの、近くにお手洗い貸してくれるところないかな。実はずっと行きたくて。じゃあうちのバイト先のコンビニ行きます。ワンポイント、レジに並んでる人大体おにぎりをみんな温める。え、温めてよ。次のお客様どうぞ。おい、ケンイチ、いいところに来たな。雪かきしてけよ。え、今忙しいんだよ。お前暇だろ。はい、ごめん、雪かきやらされることになっちゃった。私も手伝うよ。北海道の老人はみんな雪かきしながら体力作りをしてるんだよ。だからこっちのおじいちゃんおばあちゃんはみんな丈夫で元気。雪かきをしてるケンイチくんってかっこいいな。俺もトイレ行きたくなってきた。行ってくる。あの、あなたは誰ですか？あ、さっき健一くんに冷たくしてた女だ。私？東京から来た観光客みたいなもんですけど。観光客さんがなんで健一くんと一緒に雪かきしてるんですか？道教えてもらって、カステラもらって、ついでにお店でおトイレ借りちゃって、温かいおにぎりまでいただいたからお手伝いしてますが何か。え？じゃあ健一くんの新しい彼女じゃないんですか？そんな新しい彼女だなんて、そんな違いますよ。え？よかった。私実はケンイチくんの彼女で。お、いらない情報が飛び込んできたけど空耳。この前喧嘩しちゃって、新しい彼女を見せびらかしに来たのかと思って心配で。空耳じゃなかった、この子だったのね。それで？札幌雪まつりに行こうって約束してたんですけど、札幌雪まつりにカップルで行くと別れるっていう噂があって、私怖くなっちゃって行かなかったんです。それで喧嘩になっちゃって、それから同じバイト先なのにギクシャクしてて。何その可愛い喧嘩。しかだね。ここはかっこいいお姉さんで葉っぱかけるか。はるかちゃんだっけ？はい。ビタミンカステーラ好きなんでしょ？なんで知ってるんですか？ケンイチくんが遠い目をして話してくれたよ。ケンイチくん、仲直りがしたくて今日もここに来たんじゃないかな。
え？すいません、トイレお客さんが後からどんどん来て、譲ってたら全然できなかった。健一くん、いつ仲直りしてもいいように持ち歩いてるものを出しなさい。え？早く。はるかちゃん、これはね、健一くんが仲直りしたらあげようと思って毎日買って持ち歩いてるんだって。え？男ってバカだよね。仲直りしてからあげるんじゃなくて、仲直りするためにあげればいいのにね。そう思わない？はい、そう思います。だって健一くんどうする？はるか、変なことでムキになっちゃってごめん。雪まつりに一緒に行ってもはるかのこと話さないくらいの気持ちが俺にはあるから、だから噂なんて信じないで来年は一緒に雪まつり行こう。うん、私もごめんなさい。食べていい？もちろん。一つはさとみさんにあげちゃったから半分こしよう。おいおい、見せつけてくれるじゃねえかよ。この熱々カップルぶりなら雪かきしなくても雪解けちゃうよ。心の中で何を言ってんだ私は。おい、バカハルカ、もうどこ行った？レジやんねえとお客さん溜まってるぞ、クビにするぞ。邪魔者じゃの。はい、店長さん、今日のところは私がレジをお手伝いしますので、はるかちゃんはそっとしておいてあげてください。あ、何言ってんの。おーい、レジまだ？はいはい、お待たせしました。手際が良すぎる。売れない頃に食いつないだコンビニのレジが役に立った。ありがとうございます。またお越しくださいませ。このままうちで働きませんか？今日だけです。そこをなんとか。すげえな、今日だけだっつってんだろうが。ありがとうございました。私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様でーす。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ。はい、すっぴんゾーン。たまーにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づからない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は青森県弘前。ルーレットは絶対。駅前結構発展してる。青森のイメージと全然違った。ごめんなさい。ということで、ちょっとお散歩してみよう。はあ、桜が満開。あっかん。仕事の疲れを忘れて何時間でも眺めてられそう。すいません。はい。眺めてらっしゃるところ申し訳ないのですが、この角度で写真を撮りたくてですね。はっ、イケメンカメラマン、略してイケカメ。写真いいですか？あ、どうしよう。でもイケメンだから。どうぞ。桜の写真を撮りたいのですが。え？すみません。ありがとうございました。いい写真が撮れました。いえ。すごいでしょう、ここの桜。はい。明治に入ってから1000本くらいのソメイヨシノが植栽されて、それからソメイヨシノ、八重桜と、今では50種類の桜が春になると綺麗に咲いてくれます。お詳しいんですね。好きなんです。ただそれだけなんですけど。私も好きです。え？桜が。じゃあ僕と同じですね。はい。あれ、お腹空いてます？はい。お恥ずかしい。この辺りでおすすめのご飯なんてあったりします？ありますよ。行きますか？はい、ぜひ。あ、その前にお姉さん、恋人や旦那さんはいらっしゃいますか？え、急な展開。はい、
好きな人なら今目の前に現れたかも。それはダメです。友人呼びますね。はい。もしもし、観光客さんとご飯行くから一緒に行かない？どういうことですか？恋愛中の女性と二人で食事なんて不純なので友人を呼びました。へ、ここでワンポイント。青森の男性は恋愛に真面目な人が多く、浮気や不倫は絶対しないとか。金一、お待たせ。友人の流星です。こんにちは。こんにちは、さとみです。じゃあおすすめのお蕎麦屋さんに行きましょう。なんとも素敵なのれん。そうでしょう。ここは創業1907年のお店なんです。え、100年以上も続けてるの？すごい。早速入って蕎麦食べましょう。僕のおすすめの津軽蕎麦です。津軽蕎麦、なんとも素朴、癒される。さとみさん、温かいうちにいただきましょう。はい、いただきます。ではまずおつゆから。口の中で優しく広がるこの香りと旨味、私完全にこういうの求めてたのかも。美味しさの秘密は焼き干しと昆布です。あ、麺も美味しい。つなぎには小麦粉じゃなくて大豆粉を使ってるんです。そうなんだ、珍しいですね。小麦粉が少ない地方ならではの食文化です。流星さん、いろいろ詳しいですね。ここのお店の方ですか？いいえ。じゃあ、お蕎麦博士？いいえ。流星はこの店に週7で来てるだけ。常連です。はあ、美味しかったです。お蕎麦一つで100年以上の歴史も感じられ、この土地ならではの味もいただけて、健一さんのおすすめ、最高でした。よかったです。そしてここをおすすめしたのはもう一つ理由があります。何だと思いますか？え、何だろう。この店の外観や店の中を見て何か感じませんか？え？ヒントは映画です。ヒントその2、このお店がその映画の舞台になってます。うわ、思い出した、この感じ。確か明治時代から現代までのお蕎麦屋さんのお話で、津軽100年食堂だ。正解。もしかしたらまだ見てないかと思ってヒヤヒヤしました。そりゃ見ますよ。大先輩の手塚さとみさんや藤吉久美子さんや大杉蓮さんが出てますから。え？なんでもないです。映画のロケ地なんて珍しいでしょ。こういう一面も楽しんでもらえるかなって思って。はい、とっても珍しいです。ああ、よかった。それにしてもこの健一さんの素朴な感じ、かわいい。ここからは僕が説明しましょう。この映画は3代そして約100年以上続く大衆食堂を100年食堂と名付け、青森県が観光の目玉の一つとして作らせた映画青森三部作の第一作目です。へえ、そうなんですね。ちなみにこの映画の音楽は青森出身である坂本悟先生が担当されてます。そして主役にはなんと芸人さんであるご存知、オリエンタルラジオさんを抜擢し、このお二人の演技も最高に良かった。特に藤森さん、さすが雪国の生まれです。確かに素敵な映画でした。撮影の時はここに芸能人がいっぱい来たんですよ。僕も生まれて初めて芸能人を見ました。あれは嬉しかったなあ。健一さんのこの素朴な感じ、可愛すぎる。ちなみにその頃オフの姿の役者さんたちが駅前を歩いていたりなんかもして、僕なんてそれを発見する探知機みたいになってましたよ。こいつが邪魔なんだよな。それから僕はどんなにオフの姿をしていても一目見れば芸能人だと分かるようになったんです。このメガネのおかげかもしれません。わあ、だったらそのメガネ伊達メガネかも。あ、なんでもないです。流星、やっぱりここにいた。週7でここにいるから絶対ここだと思ったけど、電話出てよ。
うん、レイカどうした？今日祭りの打ち合わせだよ。あー、そうだった。祭り？こんにちは、レイカです。今からねぷた祭りの集会があって、流星連れてってもいいですか？え、ラッキー。はい、もちろんです。準備はだいたい 3,4 ヶ月前のこの時期に始まるんです。はい、行くよ。ありがとう、レイカちゃん。ありがとう、ねぶた祭り。やっと二人っきりになれたね、ケンイチくん。まだ時間ありましたら観光案内しますけど、どうしますか？そしてこの展開、いいんですか？ぜひお願いします。じゃあそろそろお会計しましょうか。こんにちは。え？人を呼びました。はるかです。やっぱり二人は良くないので。第二の資格現る。野巻津軽藩ねぷた村です。せっかくさっき祭りの話題も出たし、いいかなと思って。ありがとうございます。ねぶた祭りは青森の夏の風物詩ですもんね。嬉しいです。早速行ってみましょう。ここでは10メートルの大型ねぷたやその骨組みとかいろいろ見れますよ。わー、生で見るねぶたはやっぱりすごい。すごい、祭りの季節じゃなくてもこういうの見せてもらえるんだ。次はここなんかどうですか？金魚ねぷた絵付けや津軽凧に絵付けしたりする民工芸の制作体験ができますよ。このボタンバケっていうハケで髪の毛を描くんです。難しいけど楽しい。実は僕も初めてなので楽しいです。え、健一さんも？二人で共同作業ですね。はい、じゃあ次行きますよ。第二の資格もよく働くな。へー、楽しかったです。いっぱい弘前を体験できました。それは良かったです。また夏に時間があったら実際のねぷた祭りに来てくださいね。はい。一つ気になったんですが、こっちの人はねぶたじゃなくてねぷたって言うんですか？ああ、地域によって違うんです。もともとの訛り方の違いなのかな。ここ弘前ではねぷた祭りって言うんです。あ、そうなんだ。知らなくてずっとねぶたって言ってました。すみません。全然、全くこだわりないですから。呼びやすい方で呼んであげてください。ケンイチさん、優しいのね。でも津軽市の方ではカタカナでねぶた祭りです。ちなみに掛け声は、青森ねぶた祭りはラステーラー、弘前ねぶた祭りはやーやどー、他にもやってまれって掛け声もあります。しっかり仕事する第二の資格。駅まで送っていただいてありがとうございました。ちなみに最後の質問なのですが。何ですか？お二人の関係は？あ、夫婦です。すごー。まあ、いつもの展開ですわな。さて、東京に帰ってお仕事、ラッセーラーのヤーヤドーで行っちゃいますか。私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様です。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ、すっぴんトーン。たまにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づかれない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は岩手県盛岡。ルーレットは絶対。ついた。お、これが盛岡駅の駅ビルか。なんていうもんだろう、フェザンかな。ご当地駅ビル見るのもこの旅の醍醐味だよね。入ってみよう。はい、地ビール買っちゃいましたと。それでは
駅近くのこちらの公園で地ビールベアレンのクラシック早速いただきます。パハー、昼間からこんなことさせていただけるなんて感謝感謝。それにしても落ち着く公園なんて読むのかな。駅西ユーテラス公園ですよ。え、読み方ですよね。駅西ユーテラスです。何ですかそのかっこいい読み方。駅西ユーテラス公園、駅西ユーテラス公園。あ、何回も言いたくなるパターンだ。駅西ユーテラス公園。あ、すみません。いえいえ、ビール飲まれてたんですか。あ、お恥ずかしい、盛岡初めてなもんでテンション上がっちゃって。ってことは観光で。はい、あの僕のおすすめの地ビールで同じくベアレン醸造所のレモンラードラーってのがありまして、それをおごりますので、もしよかったらちょっとお願いしたいことがありまして。イケメンにビールおごってもらえるなら私何でもやります。ありがとうございます。これがトラッドコールドで、こっちがイノベーションレッドラガーで、これがラズベリーエールで、なんかすいません、いっぱい買ってもらっちゃって。いえいえ、それでお願いというのがですね、こちらなんですが、皆さん、こちら観光客の方を連れてきました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お名前は。さとみです、こんにちは。これは。こんにちは、私わんこそば屋をしておりますはるかです。あ、こんにちは。こんにちは、僕はじゃじゃ麺をやってますりゅうせいと言います。あ、こんにちは。これは。こんにちは、私は盛岡冷麺屋をやっておりますレイカです。え、わんこそばにじゃじゃ麺に盛岡冷麺、盛岡三大麺の夢の共演じゃないですか。よくご存知ですね。そりゃもちろん、私食欲の塊みたいなもんですから。では話が早い、さとみさんに決めていただきましょう。皆さんいいですか。え、何を決めるんですか。実はですね、来週の土日に小さなお祭りがありまして、観光客さんに向けて盛岡の麺を食べてもらおうという企画がありまして。素敵ですね。ありがとうございます。それでさっきの駅西ユーテラス公園でやる予定だったんですが、実は大雨予報でして急遽商店街のアーケードの中でやることになったんですよ。はい、それで。それでですね、公園だったら3つ平等に屋台を出せばよかったのですが、アーケードになりますので一番入り口に近い場所の取り合いになってしまいまして。やっぱりわんこそばがいいと思うんです。何しろ400年の歴史があります。盛岡市とわんこそばは共に同じ歴史を歩んできたんです。はあ。いやいや、もうわんこそばは皆さんご存知だし飽きてるでしょう。さとみさん、盛岡の地元で愛されまくってるジャジャ麺は食べたことありますか。食べたことないです。中華料理のジャージャー麺じゃないですよ。盛岡独自の平打ち麺でお召し上がりいただくジャジャ麺、ぜひお召し上がりいただきたい。2つともどうなんですかね。盛岡といえば盛岡冷麺、盛岡って冠がついちゃってるわけだし。だったらうちだって盛岡ジャジャ麺だからね。まあまあと、まあこんな感じなんですよ。なるほどです。それで。はい、平等に審査いただける初盛岡の観光客さんに実際食べていただいて、どこが一番入り口に近い店にふさわしいか選んでいただこうってことになりまして。私がビールで釣られたわけだ。すみません。ラッキー。え、一気に盛岡三大麺をいただけるってことでしょ。はい、全然やります。逆にお座す。それでは食べていただく順番はじゃんけんでわんこそばからになっております。はい、ありがとうございます。薬味としてはなめこおろし、マグロ、白ごま、ネギ、青じそ、海苔を用意しました。いいね。そしてたった今茹で上がりましたゆでたてを私が入れていきますので、お腹いっぱいになりましたらお椀に蓋をしていただければごちそうさまの合図となります。それではいただきます。はい、どっこいじゃんじゃん。おいしい。はい、どっこいじゃんじゃん。おいしい。はい、どっこいじゃんじゃん。やっべ、止まりませんな。ゆっくり食べていただいていいんですよ。そうなんですか。はい、わんこそばって勘違いされがちなんですが、早食いや大食いを競うもんじゃなくて、お客様に一口一口ゆでたてを召し上がっていただこうというコンセプトですので。そうだったんだ。はい、ですので満足いくまでごゆっくりお楽しみください。ちょいちょい、わんこそばだけでお腹いっぱいになってもらったら困るんですけど。ケンイチ、もうわんこそばはいいだろう。そうだね。はい、はるかさん、わんこそばごちそうさまでした。おいしかったです。ありがとうございます。
では次はジャジャ麺を召し上がっていただきましょうか。はい、出来たてほやほやのジャジャ麺になります。いただきます。おいしい、初めて食べた味。そりゃそうでしょう。中国から帰ってきた人が現地の家庭料理を盛岡の平打ち麺、盛岡で作る肉味噌、盛岡のきゅうり、そして盛岡の長ネギで楽しめるように作ったというのがこのじゃじゃ麺でございます。麺と具材のバランスが抜群。はい、それでは味変でラー油とニンニクをぶっかけさせていただきます。おいしい、お酒に合いそう。ありがとうございます。そしてさらにこちらが。まだ味変するんですか。卵を割って熱々の茹で汁を入れて最後の締めのチータンタンの出来上がりでございます。ごちそうさまでした。じゃじゃ麺最高。ありがとうございます。今後は盛岡といえばじゃじゃ麺になると僕も信じてます。いやいや、そんなわけないでしょ。所詮ジャージャー麺、中華料理から具材を変えただけの料理では盛岡ナンバーワンは取れませんよ。なんだと。では日本全国どこに行っても有名で人気のある盛岡料理、盛岡冷麺を召し上がっていただいてもよろしいでしょうか。はい、いただきます。わあ、おいしそう。いただきます。美味しい。なんといってもこの辛み、そして角的と麺の辛み、やばい、美味しすぎて韻を踏んでしまった。ありがとうございます。麺のコシとこのつるっと食べちゃう喉越しが盛岡冷麺の強みですよね。やっぱり冷麺は盛岡冷麺に限る。さすがさとみさん、よくわかっていらっしゃる。私からは何も言うことはございません。つっても盛岡冷麺ももともと韓国料理がルーツだよな。人のこと中華料理とか言えないよな。そうそう、やっぱり純和風はわんこそばだけです。はあ、今わんこそばの話してねえよ。そうそう、わんこそばはもう時代遅れと思うし。はい、皆さん、選ぶのはさとみさんです。さとみさん、いかがですか。それでは結果を発表させていただきます。3つとも本当に作った人の愛情を感じた美味しい料理でした。それで1位は。でも全部2位です。1位はありません。え、そりゃないっすよ。1位を決めてもらわないと。石割桜。はい、盛岡市にある桜ですよね。巨大な岩の割れ目から育った強くたくましい石割桜のように、雪深い北国で生まれ育って辛抱強く、そしてどんな時も支え合って生きてきたのが岩手の人たちだと思ってました。料理はとても美味しかったですが、皆さん喧嘩ばっかりされてるので、それが2位の原因です。皆様のご両親やおじいさんおばあさんが支え合ってきたから今の盛岡三大麺があるんじゃないですか。うん、私たち盛岡の人間は支え合って育ってきた。確かに。それなのに俺たちはなんで喧嘩してんだ。この3つの麺で盛岡市を盛り上げなきゃなんないのに、ごめん、私たち間違ってました。ありがとう、さとみさん。これからは仲良くできますか。はい、もちろんです。仲良くします。じゃあ皆さん1位ということで。ごめんなさい、どれが美味しいなんて私も選べません。美味しくいただいただけになっちゃいました。いや大丈夫ですよ。それより大切なものを思い出しました。でも入り口に一番近い店はどこにしますかね。あれ、天気予報が土日晴天に変わってる。え、じゃあ最初の予定通り公園でやりましょう。じゃあ皆様ごちそうさまでした。私は南部せんべいとカモメの卵を食べつつ、いただいたビールを飲みながら東京に帰ります。お邪魔しました。底なし袋のさとみさん、あなたは未来の盛岡市を救った女神になるかもしれない。私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど超売れっ子女優。お
疲れ様です。はぁ、あ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ、すっぴんドーン。たまーにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づかれない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は気仙沼。ルーレットは絶対。よーし、気仙沼だ。あ、気仙沼ってよく聞くけどどこだ？沼？よし、こんな時は母ちゃんに電話して聞いてみよう。あ、もしもし母ちゃん、明日から気仙沼に行くことになったんだけど、気仙沼ってどこにあるんだっけ？あ、あんたお帰りもね見てないの。女優失格だよ。気仙沼行くんだったら猛火の星食べといで。あっりゃ幻の絶品だから。農家の星？あ、女優資格って何よ。あと果物でニューサマーオレンジも美味しかったな。したら晩ご飯作るからお仕事頑張ってね。女優資格って何よ。あ、おかえりモネ、朝ドラか。最近忙しくて全然見れてなかった。そういえば農家の星ってのが美味しいって言ってたな。なんだろう、あ、果物って言ってたっけ。幻の果物猛火の星、いいじゃん。のどか、最高。お、気仙沼市観光案内所がある。レンタサイクルもやってる。行ってみよう。海の子ホヤボーヤだって、かわいい。自撮りしとこう。あれあれ、くっそー。あの、撮りましょうか？あ、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ、観光の方ですか？わかります？はい、こいつと写真を撮ってる地元の人見たことないですから。え、そりゃそっか。あ、こちらの案内所の人ですか？いえ、あ、そうだ、お姉さんお昼ご飯食べました？え？あ、まだですけど。マグロ食べませんか？はい。はるかちゃんだっけ？ごめんね、なんか上がり込んじゃって。いえいえ、ちょうどよかったです。家族は連休で旅行に行って、私しかいないし、冷蔵庫満タンなのにまたブロック届いちゃって。ブロック？あ、これです。マグロ、お裾分けでよくもらうんですよ。ごちそうさまでした。いっぱい食べてくれてありがとうございます。そうだ、はるかちゃん、この辺で猛火の星狩りってやってないかな。は？幻のフルーツがあるって聞いて、食べ放題とかがあったら。あれ、ちょっとはるかちゃん聞いてる？ああ、ごめんなさい、一瞬遠くに行ってました。え、猛火の星を狩りたいと？うん、オッケーです。乗りかかった船なのでお手伝いしたいんですが、私では手に負えないので友達に相談しますね。こんにちは。はるか、これお裾分け。ワンポイント、気仙沼ではご近所からお裾分けでマグロのブロックがどしどし届くらしい。羨ましい。あ、ケイチと流星です。こちらがさとみさん。こんにちは。で、のっぴきならないお願いって何ですか？実はさとみさん、猛火を取りに行きたいんだって。はぁ？お姉ちゃん、本気か？はい、マグロ丼でお腹いっぱいですけど、別腹ということで。いやいや、絶対無理でしょう。ちょっと待って、ケイジ、このさとみちゃんの目を見てわかんねえのか？本気の目をしてる。本気なんだよな、さとみちゃん。本気です。別腹です。よし、いい目だ。はるか、この格好じゃ無理だ。気がさせてやれ。明日の朝、集合だ。え、明日？
で船？おい、出すぞ。さとみちゃん、足元を気をつけてね。あ、はい、すみません。あと気持ち悪くなったりしたらすぐ行ってね。行ってらっしゃい。え、はるかちゃんは行かないの？女は船に乗せねえ。あ、問題発言。てか私も女なんですけど。何？私は幻のフルーツモーカの星を食べたいだけなんですけど。で、ケイチ君、昨日は普通の優しそうなお兄さんだって思ってたのに海の男だったのね。頼もしい。で、私何言ってんの？よし、仕掛け OK。 はるかちゃん大丈夫？船酔いしてない？あの、今更なんですけど、モーカの星って何ですか？そんなことだろうと思ったよ。モーカの星っていうのはネズミザメの通称、モーカザメの心臓。サメの心臓？やっぱり知らなかったんだな。日持ちしねえからなかなか出回らないんだけどな。コリコリしてて、それもうまいぞ。果物じゃないんだ。果物なわけねえだろ。というわけでね、昔はマグロの仕掛けと一緒に上がってきたくらいなんだけど、食べてみたら美味しいし、いつの日からか本格的にモーカの水揚げが始まったんだって。そうなんだ。あと生レバーが禁止になったでしょ。モーカの星はあれの最高傑作みたいなもんだから結構人気なんだけど、とにかく日持ちがしないから幻って言われてるんだよね。楽しみ。よし、そろそろ揚げるぞ。私も手伝います。今日は波も静かだけど、ここは本職に任せて、さとみちゃんはそっちで座ってれば安全だから。ありがとう。あー、おっと、大丈夫？ありがとう。あー、大丈夫？ありがとう。あー、え、そんなに揺れてる？あ、ごめんなさい、揺れてる気がして。ワンポイント、モーカザメはサメの中でも結構どう猛。大量だぞ。お待たせしました、モーカの星です。いただきます。うまい。コリコリしてて、でもお口の中でジュワッと旨味が広がって。はい、もちろん心臓だけじゃなくて身も美味しいですし、もちろんフカヒレもあります。デザートにニューサマーオレンジです。あ、ニューサマーオレンジってどっかで聞いたことある気がする。いただきます。うん、酸っぱくて美味しい。俺らは蜂蜜かけて食うのが流行り。ごちそうさまでした。あれ、ケイチ君は？あ、あいつはとっくに帰ったよ。家族と飯食うって言って。あ、そうなんだ。連絡先くらい聞いておけばよかったな。ケイチの子供たちかわいいよ。連れてくればいいのにね。え、子供たち？うん、三人子供いるよ。みんなやんちゃだよ。あ、写真見る？ああ、お幸せそうで。よし、仕事頑張ってまたモーカの星食べこよう。あ、おかえりモネも最初から見ようかな。